これ面白いね。はい、通りましょう。目を開けてみましょう。ああ、そうなんだ。行けないのか。市民記者の国の代わりにこれで消費するわけね。この穴からデモを取るの。素晴らしい発想だね。そうそうそう、ね、これいつも再稼働反対入れてるんですけど、今日は規制人事に対しての普段はどっちの新聞取ってるんですか。新聞素晴らしい発想がすごい。今のみたいな人にね、人事案反対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 、田中はやめろ、田中はやめろ、田中はやめろ。ほんの普通の主婦です。いろいろ3.11 の時にも本能的にすごく怖くて、1週間家の中で缶詰して、もう全部目張りして一歩も出なかったこともあるんですけれども、でもその時のニュースはすごく気楽なことを言ってまして、あまりにも私のその感覚と外れてたので、私は地上波を信じなくなりました。それでインターネットに入っていきました。あと稼働するだけで廃棄物が増え続けるということを国民の皆さんが知るべきだと思います。稼働することは私たちの子孫に毒のゴミを残していくことなんです。そうだ、これを国民の多くの人が知ることを私は一番望んでいます。そしたら国民はもっと考えが変わると思います。ぜひ皆さん知ってる人は周りの人を巻き込んで、多くの人にこのことを伝えてきてください。お願いします。再稼働反対、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 人事案反対、田中はやめろ、反対、人事案